ということでやってまいりました。友人の工場まで来ました。遠かったです。5キロ遠かったです。果てしなく遠い5キロ。では作業風景をご覧ください。ということでやってきました。この友人の家というのは、この間作品で出したドリフトをやっていた友人の家であります。でこれが今日作業を手伝っていただく友人です。顔は出さないでくれということでモザイクをかけました。で切断機で切るんですけれども全然切れないということで、ちょっと残念な結果になってしまいます。見てください、どん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 時間だけを浪費していきます。結構安物だったらしくてなかなか切れません。この通り僕らはやってしまったね。そもそも寸法を測るのを忘れていた。声入っちゃうね。え？声は入っちゃう。多少ね。編集でどうにかして。音声は高くしとってやろうか。え？プルプルプルってなるね。無能すぎて友達にやってもらうわけ。ということで無能すぎるんで友達にやってもらってます。もうねお腹減ったんでね、ご飯食べに行きますよ。何がいいっすか？何でもいい。何でもいい。寿司に行きましょう。小僧寿司。違う？寿司ロくら寿司に行きます。ということで食事に行きまして、その後続きでございます。爆発しとるやん。計画性のかけらもない。計画性なさすぎない。そして何の作業もせんとにたい、うん、一丁前に行こうか。革手袋、革手袋だけつけたっけ。ちょっと熊本弁で聞き取りづらいところもあると思いますけれども、このようにですね非常に楽しく作業させていただいております。最高ですね。素晴らしいことです。でこのようにですね、今度はグラインダーで切っていくんですけれども、こっちの方が断然早くてですねバンバン切れました。そしてこのように綺麗に直角に切ったわけです。素晴らしいですね。見てください、あれ何ですかねこれ。短く切れちゃってます。誰のせいでしょうか。ひどいです。本当恐ろしいな、うん、こんなミスってあるんやね。いや結構あるよ。よくやる。4センチも間違うかね。多分基準にした位置を間違っただろう。そうやね、うん、角を基準にしてしまったんじゃないかな、途中から始めてもね。ということでね、私の採寸ミスでこのようになってしまいました。でもこのようにですねちゃんと綺麗になったわけです。素晴らしいと思いませんか。そしてこのようにグラインダーでまた今度は削っていきます。この後は溶接なんですね。でこのように溶接のお面が捨ててありまして、ここから溶接です。もちろん私は溶接の免許など持っておりませんし、溶接をやったこともないということで、友人が見かねて全部やってくれています。なんとも素晴らしい友人を持ったことです。素晴らしいですよ。友人を持つって本当に大事です。でこのようにですね本当にお寿司をおごっただけでですねこのようにやってくれて非常にありがたい。でその後こうやってダマになったところをですね取っていくわけです。いや本当にね職人っていうのは素晴らしいもんですよ。どこまでもやってくれます。綺麗にですね。私だったら結構適当だったでしょう。どうもマッケンです。ということでできましたよ。こんな感じですね。すごいですね。いや私もね金属加工初めてなんですけどね、こんなに綺麗にできると思わなかったですよ。ね白い目でね見られてますけどね。いや寿司でね釣られる男もいるもんですね。ちょろいっすね世の中。あ、ちなみにまだ終わってません。穴開けたり色塗ったりしなきゃいけないんで、委託料払ってやってもらいます。ということで日が変わりまして、このようにですねもうすでにプラサフを塗ってあります。素晴らしい塗りです。さすが板金屋。
ということで、何もすることなく、私は何もすることなくもう出来上がっていたので、天板を作っていこうと思います。そこぐらいしないとですね、何やってんだっていう話になりますんでね。これ取っとくだけやん。結局私もあったら何もしませんでしたみたいな。なぜか友達がやってくれますみたいな。目の前に出されるとなんか手動かしてしまうみたいな。職人は黙ってられんのやろな。そうなんや。完成の絵描いや。マジか。買い直そう。ということで、私に作業が変わりまして、このように穴を開けていくわけですけれども、なぜか電動ドライバー、こちらのですね、電動ドリルの使い方もぎこちないというですね、本当にポンコツ仕様な私です。マッケンというのは意外にポンコツなんです。いや、もちろんポンコツです。この東京砂漠、声でかいってで、このように東京砂漠を歌いまして、作業はですね、さらに続いていくわけです。4つ、パキパキ言うぞ、パキパキパキッとジューシーね、親父ギャグも飛び出しましたけれども、この鬼目納豆を入れるときっていうのがですね、なかなかパキパキ言って結構怖いもんでした、もちろんですね、斜めに入れたところもあります。まあ、私はですね、まあ適当ですんで、そのくらいでは、まあ、へこたれません。しかし、あの友人は結構へこんでましたよ。私のものなのにね、職人ってすごいもんです。はい、皆さん、ということで完成しましたよ。私が作った家具はこちらです。どうですか、素晴らしいでしょう。こうやってね、10キロぐらいのね、女の子がね、漕ぐんですよ。え、やめよう。というのはやめまして、はい、どうも皆さん、ということで、グダグダな作業風景ご覧いただけましたでしょうか。結局ほとんど友人に作ってもらいましたよ。ということでね、できたのがこちらです。いいでしょう、これね、足が鉄でできてます。ここはね、スーパーエイトの板を3枚つなげてね、波板がね、出っ張ってますよ。怪我するんじゃないですかね。いいんですけどね。できました。とりあえず喋り方が変なんで、後からナレーション入れておきます。噛みました。ということで、これが完成した天板とテーブル、天板とテーブル、変だな、テーブルでございます。まあ、家具屋とかで買うとですね、結構高そうな感じの家具なんですけれども、まあ本当にね、あの友人の力を借りなかったら全くできなかっただろうなという感想が、まあ残ります。それにしても非常に素晴らしいですよ。実は今ここ使ってるテーブルもこのテーブルです。本当に素晴らしい。ちょっとピピピピってなりましたけどね、後ろでね、ちょっと自転車こいでる人がいます、すいません。まあ皆さんお気づきになられたかもしれませんけれども、実はですね、私引っ越しまして、このようにですね、ちょっと背景が変わっております。部屋がですね、だいぶ広くなりました。ということでね、子供部屋おじさんから卒業しまして、私もですね、新しい部屋でこのように楽しく過ごしているわけです。ちょっとね、パコンパコンうるさいですけれど、はい、ということでね、今回もご視聴ありがとうございました。